子よかった。ああ、久しぶりです。調子良くなりましたよ。自分、いるからしんどそうやな。しんどいっす。結構はい、つきましたよ。それです。塗りましたよ。何で塗ったの？普通の缶スプレーですね。あ、そうなん、はい、綺麗に塗れたの。はい、いや塗りました。へえ、綺麗に塗れた。塗りました。何枚取ったの？そうなんですよ。こっち塗らへん。そっちね、ここだけ塗ろうかなと思ったんですよ。ここだけ、はい、バラしてパーツだけで売ったら今めっちゃ、はい、儲かるね。もう乗れないじゃないですか僕。これ何ほんで補助のスペアのエンジンをやってる今。そうですね、スペアのエンジン、まあそうですね、あっちが 本物というか本台というか、本間も置いたんで、本間も置いてます。タンク全部置いてある。タンクも置いてます。それ先売ったら、いや売らないです、だから売らないです。ドカル900買えんね。キックしんどい。そんなんな、もう腕はかからへん。はい、ダブルミーティングありましたね、はいはい、宇宙戦艦まで言いました。僕あれトップで当たった。すげえ、えーなー、行きたかったな。ダブルのパーツ買っても早送りようじゃなかった。パーツ当たってるよ。何やったそれ、いや、そこまで聞いてへんわ。いや、あれ、自分で選べた。いろいろな。へぇ、僕、本間の一番やって、あの、ジャバラもらいます。あー、クロードローブ。ブーツ、へぇ、結構あそこ、リプロで作ったはずやん。で、オリジナルに忠実はええんやけど、あの、バッテリーのベルトあったやろ。はい、あれ、アメゴム使ってたやん。はい、アメゴムすぐバキバキなんだよ。あー、どうしてよ、普通の。え、あの黒ゴムの方も売ってたでしょ。売ってた、売ってます、売ってます。黒ゴムのマニア売ってるから。ダブルと結構パーツ出るから。すごいマニア当たったんかな。無事好きなもん出てない。そう、ほんでバーッと机に置いてあって自分の好きな。ワイカバーも出てた。ワイカバーは出てない。さすが出えへんよね。出ないわ。そのキーティングどこでやった行きたかった。あの時あかんかったね。あの日ダメやったよ。あの日ガソリン漏れてて無理やったよ。あ、そうです。これ動くんやね。それ結構いいんすよね。ね、はい。今日何で来られてるんですか。今日ダブル。あ、今日ダブルですか。マジっすか。これあのモンタとかいろいろあるやんか。ありますね。フレーム一緒やね。フレーム一緒です。そうや。一緒です。エンジンも一緒です。エンジンもな。はい。こうもらうことですね。世界でしょ。それなんか受けいいんすよ。GoPro つけてるってことは走りながら動画、走りながら撮って、YouTube 上げてます。一回見ないかな。あ、お願いします。ぜひ。これもっと数古田さん、今度クニス行きましょう。クニス、クニス食堂行きましょう。一栄の手前のカフェです。はいはいはい、じゃ行きましょう。今日対抗食堂行く。あ、そうなんですか。これからですか。これでカメラじゃない。行きたいです。ぜひご一緒させてやった名刺ね、僕あれなんですよ、画家の方の名刺。画家な、画家です。すごい。これ全部これデザインしたんです。すごいな。あ、これもです。これ今日、すごいな。今日できたんですよ。かっこいいでしょ。これ自分で描いた。はい、描きました。鉛筆で描いて。すごい。そうだね。で、本業は画家さん。本業画家で鉛筆画でやってます。仏画とか。あ、仏画。仏画やってます。すごいや。はい。あ、うち女房仏画習ったりしてる。あ、そうなんですか、うん。ぜひぜひ、こういうのを描いたりしてますね。あ、すごいよ。想像画なんですけど。すごいな。もうちょっと絵本になります。絵本ができるんです。そう、はい、すごいすごい。そういうのもやってます。お知り合いになると嬉しい。あ、いえいえ、こちらこそ。ありがとうございます。今日お次はいっぱいおったやろ。行きました、はい、全部顔見知りやから。あ、そうですね。僕は大体知ってんねん。あ、バイクに乗らないライザー。あー、何時ぐらいから行きます。ん、何時ぐらいからですか。いや、もう行けるとき。あ、行きますか。あ、行きますか。どっか行くの。お食事一緒に。ああ、いうことや。東吉野。あ、ちょうどいいぐらいな。めちゃくちゃいい。これでこれでいきますよ。4回目ぐらいです。まあ、その乗ってる方がええから。結構海出しになるんですよ。結構長距離乗ると。これなんか疲れそうやね。いや、もうまたこれだけで疲れます。めっちゃ疲れるね。はい。いや、回すだけ回してな。
はい、海は出し切らない。うますぎまして、やりすぎて壊さない。高回転怖いですよね。でも高回転型のエンジンやろ。多分そうです。だからやっぱりな、おっかなびっくり乗る人やるやん、はい、もう回したらエンジン、はい、オイルがもう、あんなんもう、はい、何のために古いの乗ってんの。そうですよね、やっぱちゃんと乗らんと。行きますか、気をつけて。はい、じゃあまた、はい、また、はい、これからそのお知り合いの方とランチへ行くことになりました。やった、
事着きました。あ、久しぶりですね、こうして皆さんと来るの。今日は新しいメンバーといいますか、お友達がいらっしゃるんで楽しいですね。こういう出会いもありますんで楽しい。食べますか。これやったするのは直せますけど、自分で出せないからなかなかな。え、自分でやってやるけどそう簡単にはない。部品がそんなのがないの。いや、意外にあるんですよ。リプロ品で海外出してはるんで、うん、そっからネットで買って、うん、いや、なんとか仕上げました。え、あれ乗ってる時がかっこいいね。そうですね、うん、そういう風に作ってます。そうやね、そういう風にカスタムしました、一体型に。止まっとるよりな、止まってあの車体見てるより。そうですね、体と一体なんかどうでもなく今日出ようとしてやるやん、うん、ダブル日本、うん、あの人を持ってやる、うん、で俺あの人からに欲しいねって言うてて、うん、結局まあ、あのよその人を買わせて。似合わない。え、カフェレーサー似合わない。カフェレーサー似合うやろ俺こんな感じじゃないやろ。何色分かんないっすよ。いや、こんな感じで足開いてるもんね。そうか、俺は足、あれば足開いてもやるから、うん、我慢。古いのは我慢。70年より以前のやつ足開いてもやるから。あれが、なんで足開くんか分かったわ。暑い俺暑い暑いさか、ニーグリップなんか言ってたから。赤から揚げ定食です。通行止めに伺いませんでした。あ、もうあの避けてきた。避けてきましたどこでも道あるもんな。そう、あそこいつもまっすぐなんですか。そ、最初な、あのあそこまっすぐ行こうまで、はいはい、あの久々に違う道行こう。で、宇田の方に行ったんですか。通行止めやったら、あー、かんわし。で、こっち側から行ったろうと思ったら、はい、そっちも通行止め。あの通行止めが大台の道じゃない。普通そうなんですよね。あのな、通行止めが王道の道、まあまあ、そうやろ、なんか何しとって、まずいそうだ。じゃあ、なんか、チャリンコのロードレース、高校生です。今日ですか。あ、そうなん、大会内ですか。あー、それいただきます。あるで、これ、結構メニュー多いの。いや、そばじゃん、あの、ここそばもう、食べたんで大丈夫です。あの、あれもうまい、うん、カツ。いや、うまいわよ。とんかつ定食天然うなぎと当たるぞ。どなた、あ、もうないのか。カモ鍋定食この間来た時のラッキーうなぎつけてくれよって。あ、そうですか。なんか右の方に天然うなぎ1400円とかあって、今度それ行こうかなと思ったけど、なかったんだよ。なんかあれか、時期やな。たまたまやったんちゃうかな、うなぎが。うん、俺冬はあれ、うどん定食。あ、そうですね、うどんすね。うどんもうまい。あ、ここそばなんですか。そばうまい。あの、吉野はな、高いやろ、結構高いですと思って、最初向こう行ってたね、はい、でもこっち来たら、こっちのそば十分うまいだな。喉越しもいいし、だいぶ手前やな、うん、うどんばっかり来てるし。いや、この向こうにな、吉野はな、え、蕎麦屋さん、旧古民家を改造した蕎麦屋さん、そこもちょっと、まあ、うまいな、うまい、うまいな。時間がね、そうそうそう、もうなんか電話してからじゃないと。そう、もう12時回ったら売り切れとか。あ、そうなんですね、うん、ここはなかなかいい品だよな、うん、そう、こっちは多分ここやと思う。それ道沿いにある、いや、大通りに。いや、違う、もう山の中に。あ、それでもそんなに、あれ、ここ帰りしなに、あの神社のところで TJ のなかる、あれを右行くの。そうですね、今、川に橋があって、その向こう、そうですね、あれが、ほんで、その横に喫茶店がついた。そこも美味しいですね。そこの喫茶店、そば定食も美味しそう。ほんで、お、ええ感じやん、と思って何回か行ったら、もうなんか違う人や。あ、もう違う人になってるんですか。と思う。親切で声かけても逃げられたんだな、俺。
あ、そうなんですか。うん、キー抜いて、うん、パーキングしちゃって、うん、でそのままキー抜いてもう上がって行こうとしちゃって、うんうん、ああ電気ついたんでっていう、うん、うん、うん、っていう感じで逃げていく。失礼な。それでか。うん、オーガの道の駅のソフトクリームで行こう。え？オーガ？オーガじゃん。あ、オーガの店ですか。うん、いつも前通らない。いつも今日の休業通ったんだ。今日も中道で乗り始めた。中道通ったから。ほんでもキーいいんだ。バイク。え？バイク。キーいいんだ。しばらく。な。あ、そうなんですか。650 RS 川崎の、はい、あれを頼みやって、あ、そうなんですね、遠くへ行きたい、ね、遠くへ行きたい、ね、こんな近場じゃダメと、駐車でもええのが高い高いんや、買った時は何にも動かない、買った時はそうですね、うん、その人も全然知らないで、その奥さんのおじいちゃんが乗ってたみたいで、全く何も手がかりもなしで、今どうなってるか分かりませんっていう状態で手放しあったんで、へえ、もう金ないわ。確かに。もうエペケ打った金ほぼな使い切った。他のバイクのレンテで使い果たすか。修理ばっかり。エンジンオーバーホールですね。うちのバイクほぼ全部したんだよ。エンジンオーバーホール。すげえですね。もう安心して乗りますね。これそれが安心できんねや、まだ、また他のところへ、あるわ、そういう引退する人やらへんで、やるよ、もうほんまに言うといてほんまに欲しいこともあるんだ、あんで探して い, やいくらい100万までやで100万まででダブルあったら買う、ほんまに旧車仲間が増えましたね、うん、買う、探す、探すっていうか探す、あのすぐあるかもしれないですよね、繋がってれば知り合いでええやん、まあまあわかるやん、そうですね、教えていただけます、でも100で買うても修理は絶対出てくる、そうですね、もう旧車あるやん、それはしゃあない、こういう森は絶対です、ほんまダブル、こっちのギアかな、こっちは家、もうそれ僕にやる、え、こっち右、見るの、なんで外車みんな、外車ってそうなんで、まあ多分そうですよね、左利きの人がばかりするんで、確かに、あ、そうなんや、方って右にスパターン、そうですね、ああスパターン、頭こうしないとやるんです頭の中僕もたまに間違えますけど、今日間違えますけど、あ、ブレーキやった違うやつも乗ってんの、いや乗ってないです、やっぱ慣れてるじゃないですか、慣れてるというか勝手に動くよ勝手に動くよな、絶対無理やわ、こっち、じゃあ俺こっちばっかりやけど、シフトパターンが全部違うんです、バイク、あ、上とアップと、アップと下がアップとか全部後ろで落とさないとか、それやこしいっすね、ほんでそれがあったらもう結構な、家出てからすぐもう言わせる、おじいの軽トラみたいな、おじいの軽トラみたいな、なりますウィーイうるさいバイクやのに余計うるさいな、そうなしとんねえ、家の人みたいな、そうアップダウン、普段乗ってる時は、はいはい、まあまあ意識できるけど、塗装の時ブレーキ踏む時があるやん、ほんで絶対こっち踏むで、じゃあほんでな、ギアブレーキ、とっさの時はな、あのやっぱり聞いてたけどな、両方踏めて、あ、そうな、そう片っぽだけはもう無理やから、うん、やばいと思ったら両方バーン踏んだら何かしら何とかなるブレーキやんで今日いつとかの持ち入れるし右チェンジのじゃそう言われたそうなんや、ね、うーんって、ほんまに探すで楽しみですね、また走りましょう、足開かないかい熱くてよ、ここあびっくりしたわ、あれ熱いあ、そんな熱いですね、なんでこんなとこつけとんねん
あのな、CB とかもここやねんけど、あれは1枚カバーが変わった、そんな厚み。そやダブルは直のケツや。直か。やっぱり夜間に当たったやつ。あれなんかカバーあるって、YouTube でやってやったやん。革のな、革の。革、うん、革溶けないんですか。え革溶けないんですか。溶けない、溶けない。溶けるほど厚ないと思うけど、皮をスポコッとこのタンクにかぶせるやつ。そうそうそう、あーおしゃれ、出たと。でもあれはちょっと俺のなんかこう美的感覚にちょっと、ね、違う、隠れてしまいますからね。そうキカキカのキカのネキアのネキアのネキアのあ、しなでこんなの入ってるけど、ウカさん 何されてるのかなでしたっけ。俺、はい、植木屋。ああ、おしゃれですね。庭師ではなくて、庭師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 。それはなんで入ったの。すげえな。え、いうか軽先生な、あれな。絶対先生。そう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 。ね、先生。あれはあれ、何部やってもな、センスないやつやな。あかんな、あかん。そうですよね。もう見て、パッと見て。単発やってちゃう。そうそうそう。そうですね。あ、そうですそうです。あれ何年もやってな、上達するもんじゃない。最初からも。持ってるもんね、うん、持ってるもんが開花していくかどうかだけなんです。あとその人の美徳ですね、やっぱり。でそんなにちょっと最近探してるんですけど、ジョッキーブーツでライディングブーツ作ってる方いらっしゃいますか。めっちゃ探してるんですよね。これ1個持ってんねんけど、ジョッキーブーツでライダーが履いてるやつあんねんけど、ね、はい、ブランドがあるんですか。あれはな、欲しいんでしょうね、なんかロングブーツも。おしゃれ。だから、裏が、はい、裏がジョッキーやから、ぺったんかやから、どうや、ツルツルやろ。あ、ツルツルなんですか、うん、滑り止めないんですか。滑り止めないの。だってバイク乗ってて、うん、ちょっとジャル抜いたところで足ポンポンしたら、ずるっと滑るの。それ怖いですね。あ、その状態ですか。その状態。あ、俺も代用できんのかなと思ったら、ほんまできひんの。え、でもライディングブーツですよね。完全にジョッキーブーツ。あ、ジョッキーブーツでも使ってます。ジョッキーブーツでスリッパみたいになってんの。ほんまに。そう、うん、あ、スリッパなんですね。で、下から釘打ったらだけ歩いたらめっちゃよく、カチ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 。いいですね。ほんで、普通のジョッキーやったらもうここまで、ここまでずっとつるんとした。そうですよね。ここにいっぱいあれつけても。何つけますか。あのベルトをこう締めて。あれじゃないですか、ジッパーじゃないですか。ほんでジッパーで開け閉めするんだけど、はい、これで締めるようになった。あ、最後に、うん、あれは結構かっこいいで。いいですよね。そうですね。え、ちょっと大きめ変えます。やっぱりちょっとピッチリなんですよね。普通のピッチリしたやつ。 あれどこどこで買われるんですか。大阪で買うた。いや、もうほんなら30年ぐらい前で買うた。でも全然やれてない、やれてないから潰れてない。いいですよ。でもかかとはやっぱりもう何歳だろう。